村上市の諸上寺公園から望む阿波島鎌屋港、阿波島浦村、内浦集落阿波島東大魚家温泉音姫の湯、阿波島浦村は、新潟県の北部、岩泉郡に属する村。日本海にある阿波島で、唯一の基礎自治体である。集落は二つあり、東岸の内浦と、西岸の鎌屋である。地学的にはの激しい島であり、島の北部には、 海岸断球が発達している。また1964年6月16日に発生した新潟地震の際には震源に近かったことから島内で流気が生じた。1974年3月22日、海底地滑りによる淡島災害が発生した。内浦集落の海岸が 一晩のうちに大きく侵食され、多くの住居と完成したばかりの鉄筋コンクリートの村役場と役場に隣接していた木造の施設が海に飲み込まれた。新潟地震とこの海底地滑りにおいて死者は出ていない。村役場や淡島基線の港があり、村の中心的機能を持つ。集落は平坦部に形成されており、旅館、民宿、ゲストハウスといった。 宿泊施設や、土産店、商店、飲食店が多く立地する。斜面に形成された集落であり、境愛で、階段を有する生活道路が張り巡らされている。もともとは、平地がほとんど存在しなかったが、新潟地震による隆起で、海岸線が交代してできた土地に、港湾道路や広場が整備された。こちらの集落にも、民宿や食堂、 売店が立地する。内浦と鎌屋では冬の気候が少々違う。内浦は本土に面しており、集落の背後の山がアジア大陸からの強風を防いでくれるため風が弱く、島に隠れている部分の海は穏やかであるが、逆に鎌屋は大陸からの強風を直接に受けるため、冬は漁ができない。鎌屋では、 高さ数メートルもある岩壁を大波が軽々と超える。淡島は激しい波にさらされるため、特に大陸側である釜谷の海岸には、日本語のみならず、朝鮮語、ロシア語、中国語等が書かれた、様々な外国製品も流れ着く。大型台風の襲来時には、さらに大量の漂着物が集積する。廃棄物のみならず、不審船もたびたび漂着することもある。 2004年の春に漂着した不審船は全長5メートルほどの木造船で船体はタールのようなものが塗られ真っ黒であった。2013年12月にはハングルの書かれた全長3.5メートルほどの木造船が漂着し船内から男性の遺体が見つかっている。冬になると荒波に流されてタルイカが打ち上げられる。味はそこそこであるが 珍しいため皆が探す。タルイカを拾うために海岸を徘徊する光景は、淡島の冬の風物詩でもある。淡島は、過去に集落を焼き尽くすような大火に数度見舞われており、過去の資料や文献等がほとんど残っていない。このため、江戸時代以前は、推測に頼るしかない。人の居住は早く、縄文土器が出土している。古代は、エゾが住んでいたと思われる。 阿部平府の遠征や岩船柵の設置など、大和朝廷の北陸、東北地方への進出に伴い、その支配下に組み込まれていったと推測される。万葉集に乗る和歌、波の間ゆくもいに見ゆる淡島の合わぬもの、小賀に、木る小らにある淡島が、現在の淡島を指すとの解釈もある。大日本地名事書によると、日本各地に伝わる薬の処方を集めた、 大道類樹型に、岩船群青絵図等の家電型として、淡島薬が見え、2種類の薬について記されている。そこで原料とされている植物は、現在も島に自生している。鎌倉時代、室町時代は、色部市の領地。この時期、イタが大量に作られた。江戸時代には、村上萩や省内藩領、幕府領、米沢藩与と二転三点した。また、 北前船の寄港地として栄えた。母親戦争中は、エドワード・セネルによる、米沢藩への武器輸送の中継地だった。現在も海が荒れた際は、タンカー等が、内浦港の沖合に停泊する。2005年の国勢調査によれば、村の人口438人の、内内浦集落が347人、鎌屋集落が91人であった。 メディアを再生する夏の淡島の空撮映像島全体が、瀬波ミサ川流れ淡島県立自然公園の一部となっている。ゴールデンウィークの時期に連絡船より眺める淡島は、萌え黄色の島の中に桜の花が散りばめられ、紺碧の海の色との対比がとても美しい島である。口術のように一般の自動車持ち込みは許可されていないため、 島を一周するには持ち込みまたは役場で借りることのできる自転車が手段となる。貸してくれる自転車はママチャリの他に電動アシスト自転車があるがシーズン中は開始時間前に並ばないと借りられなくなることもある。平地が少ないため道路は起伏が激しい。この他、かつては観光船シーバードで島を一周できた。島内には温泉があるか。 秋には、磯田小鳥ツアーが開催される。その他、淡島浦村の名物として、次のようなものがある。淡島漁港と釜屋漁港がある。漁師以外に釣りも楽しめる。各、家で野菜を育て、小豆、大豆も、島内で自給している。小豆網や、味噌も多くは、自家製である。稲作も昔は行われていたが、 1964年の新潟地震による島の流気が原因で水源が枯れたため、それ以降は行われていない。島のジャガイモは甘くて美味しいと言われる。秋に採れる磯だこを使った芋だこは絶品との評判が高い。島内には、淡島浦小学校と淡島浦中学校がある。小中平設校のため校舎と校長は同じ。 2013年以降、潮風留学制度を実施し、当該からの国内留学生を受け入れており、小中合計した児童、生徒数は、島出身者、当該出身者それぞれ十数名。金谷集落には廃校になった旧文校がある。当内に、鉄道、国道、空港はなく、交通信号機は、小中学校前にあるのみである。路線バス、 タクシーも運行されていないが、民宿に電話で依頼すると、港まで送迎してくれる。近年、補助金により、コミュニティバスが開通し、内浦と鎌屋往復している。淡島汽船のカーフェリーは車を運べるが、島民や仕事での来島者を除く観光客は、自家用車の持ち込みはできない。また、災害救援用のヘリポートが、島北部に設けられている。幹線道路は、 中心部の内浦地区と鎌谷地区を結ぶ一般県道一路線。その他はすべて村道となっている。信号機のない島で育った子どもたちが本土での信号機に迷わないようにと2007年7月13日、阿波島浦村で唯一の信号機が設置された。島内には信号機が必要なほどの交通量ではないが、交通量の激しい島外で事故に遭わないようにと。 教育関係者の働きかけもあり設置場所が学校前となった。村道は北回りの遊歩道と南回りの遊歩道がある。南回りの遊歩道の最後部である矢が鼻から見た、本土は良い景色である。晴天時は佐渡島の大佐渡山地と小佐渡山地、本土の角田山と弥彦山が4つ並んだ島のように見える。また、 新潟市中央区の新潟スタジアム、時メッセ、ネクスト21も見ることができる。北回りの遊歩道は、快晴の日に限り、上海山が見える。淡島汽船のフェリー、淡島離島という地理条件上、島外との交通の機関は航路に頼ることとなる。新潟県本土側とは、淡島汽船が運航する、内浦港と岩泉港を結ぶ航路により結ばれており、 カーフェリーと高速船が運航されている。冬は大陸からの寒波にさらされ、海が荒れるため、長ければ1週間程度船が欠航し、郵便等の貨物や新聞のやり取りができなくなることもある。なお、2018年6月29日より7月20日までの平日の1 5日間について、新潟港と淡島を結ぶ航路が、 社会実験として44年ぶりに就航することとなった。内浦の矢場公園にある野生馬の増岩は船軍と村上市とで合併する話があったが、村上市が離脱したため白紙になった。なお、岩船軍関川村は以前より自立の道を選択していた。その後、村上市の市長交代により元の枠組みで、新協議会が発足したが、今度は、当村が、 尊重交代により協議を離脱し、自立の道を歩むと表明した。ありがとうございます。